IT で家庭の電力などを効率的にコントロールする次世代送電網スマートグリッドの展示会が国内では初めて開かれています。こちらは家庭の電力を管理できるシステムです。リビングや子供部屋など部屋別の電力をチェックすることもできます。例えば子供部屋が使いすぎてるなと思えばその部屋のエアコンの温度を調節したりすることもできます。国内外100社近くの電機メーカーなどが出展し家庭の電力を管理するメーターや太陽光や風力で発電した電力を貯めておく電池などを紹介しています。スマートグリッドの需要は10年後には30兆円市場に成長すると言われていて各国が技術開発にしのぎを削っています。